さて、中国はね、歴代ね、その遊牧民のことを非常に嫌ってるんですよ。ずらしちゃってるよね。で、秦の始皇帝が気づいた万里の長城って何って、俺たち以外の遊牧民が来るな的なものだよね。それは日本にやってきた遊牧民である大和民族も、俺たち以外のやつらは来るなって、俺たちで打ち止めとかね、それは連中の発想ね。あの人たちはどうもそういう思考を変えるよね。なんかどこでもそれやっちゃう、あの人たちせこいね、あいつらね。うちらせこくないとわかるでしょ。日本先住民全然せこさ感じないはずやで、ね、うちらからは。天皇家とか大和民族ね、せこいね。中国でもそのせこさっぷりを発揮してんね。習近平もせこい親父やねん、実は。じゃああんな顔なんね、せこい人って。そのせこい人がうちら、あの心広い人たちをいじめてきた歴史なんですよ、地球ってね。ついにそのせこいやつらが力尽きる。そらせやね。で、まあ江南勢力を代表する王毅、ワン・イーもね、中国のその強国ぶりを外国にアピールしながら、国内にもアピールしながら、しかし実は遊牧民に対して技かけ続けてんねん。それが江南勢力の特徴やねん。いつか江南勢力が家屋満州勢力を罠にかけて家屋を取り戻すだろうって、それが中国のよくある予言やねん、実は。ただ今満州系を大事にしてる、要するに習近平みたいな満州系を大事にしてるのは、ロシア国境とかの問題があるから。そして日本が満州を占領したでしょ。まず占領とか満州国で、せっかく追っ払った秦を、あれは秦を追っ払ったんだよ。いろんな形で中国人が満州人を追っ払った。その後に日本が満州の国建てた。これ怒ってんね、中国人は。もう満州いらんねんっていうことやって。満州という土地っていうよりはね、新東帝国いらんねんで、新東帝国に対するアレルギーが強いねん。遊牧民王朝に対するアレルギーがね、中国人はめっちゃ強いねん、実は。日本よりももっと嫌な目にあってんねん、遊牧民から、中国人は。ね。その歴史の本質を見誤ったら、対中政策は失敗する。対中外交は失敗します。第二次世界大戦の時も十分見れてなかった。十分分析できてなかった。で、あのざまだ。今、現代、もっと分析できてないやんか、そのこと。ね。そんなことすっかり忘れてるでしょ。戦前の人知っててんの。江戸時代の人もっと知ってた。明治の人もっと知ってた。やばいね、今の日本の無知っぷり。無知さ加減は。ね。の技かけやすいね、今の日本には。当然ね。かけまくられてるやん。ね。ただ、王毅はうちの文系。どんな技かけとんのか心配やろ。で、習近平があれよあれよと思ってる間に、王毅はどん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 諸外国に挑発し始めた。ちょっと待って、そこまで戦闘行ってて、習近平はグタブルになるやろ。なんでそこまで外国に喧嘩を持って、しかも全方位作戦みたいになってたらあかんでって、まあ、一応イスラムとはね協力すると言ってるけどね。じゃあイラクで何かあってしまう。イラクも日本と同じようにアメリカに負けて、日本と同じような占領政策を受けてるわけ、今イラクは。かつての日本と同じような似てんねん、イラクと日本。バビロン型イラクと日本は似ているね。で、すっごいそのアレルギー国家みたいな、いろんな外交アレルギー持ってるペルシャ、すなわちイランがね、あるでしょ。じゃあ朝鮮半島もすっごい外交アレルギー強いでしょ。似てんねん、その構図もね。で、その向こうには、まあイランと中国の間にはイスラム系諸国が、中央アジア諸国がある。ごめんね、全部名前覚えてなくて。カルディア諸国っていう言い方でいいかな。カルディア諸国が、さて、カルディアはね、加藤の本拠地やからね、
で、ウイグルっていうのは岩レヒコの故郷だからね。だからその辺も火種なんですけどね、実はね。で、結局もし戦争になったら、日本におけるエミシとヤマトの分裂はまあないやろどっちもうちの手下やんけど、はっきり言って。せやけど中国はそう思いた、うちがおらんから。ヤマト系である新党帝国、朝鮮でいうヤンマ、すなわち満州軍閥系というか、まあね、新党帝国、新の始皇帝の残党が満州軍閥になったんだよ。わかるかな。そんな古い奴らがじゃないよ。そんな普通やな、あの国でも。死体不階級は4000年死体不やね。4000年死体不階級。まあ、そのどこかでお家を作ってる人たちやね。死体不階級って自分たちの。ね。そのちゃんと記憶してはるからね、あっちはね。日本の歴史家って中国とか朝鮮半島のがちゃんと記録してんで。いざという時に、えいへいへいで出すために。相当古いことからびっしり書いてんねん、あの人らは。それは知ってるやろ、割と。魏志倭神殿とかもそうやけど。魏志倭神殿は、卑弥呼のお家は偽物って、魏の曹操は知っとって。ね。だから、でも本当はここなんでしょうって、多治見への生き方書いてあるの、魏志倭神殿には。ここには卑弥呼はいなかったけどね。卑弥呼は阿蘇山の、阿蘇王朝。あれが神武朝廷、神武天皇。卑弥呼イコール神武天皇。実は。ね。で、いつさんのことが伊藤国王。で、弟がおったっていうのは、実は弟じゃないけどね。船国王が、実は、弟格になって一応政治しとった。大君やから、熊祖が大君。帝は卑弥呼。そういう二重統治やからね。一人で帝と王君兼ねるんじゃないのよ、日本は。それやったら別の名前なわけないでしょ、帝と王君って。二つ、帝っていう役職と王君って役職があって別々やねん。だから名称も別々やんか。ね、一人をやるんやったらもともと一つの役職名ですよ。